ダート。ダートとは、泥や土やホコリ、あるいはより講義には汚い、もの、一般を意味するが、道路については、未舗装、であることを意味する。スポーツ、モータースポーツを含むでは、ダートコース、ダートトラックなどとも言うのことを指す場合がほとんどである。ダートコースとは、競馬や、モータースポーツなどで利用される土や砂細かく敷かれた、僧路のことである。 アメリカの競馬は伝統的にダートコースにおけるレースが非常に盛んである。ダートはやくすれば土であり、日本の競馬で使われている砂の意ではない。アメリカのダートコースは土を使っており、路盤はレンガを砕いた赤土のような路盤となっており、ダートレースは日本の芝レース並みの走破タイムが出る。小回りで平坦な直線の短い競馬場の形態と、この路面の特徴から、 アメリカダートコースにおけるレースの特徴はハイペースで先行し決勝戦までそのスピードを維持した馬に有利となるものである。一時期アメリカの競馬界においてはイギリス式のオールウェザー馬場を導入する競馬場が増えていた。これは低温と降雨のために芝コースでのレース開催を通年で行うことが難しいイギリスを置いて発展したもので。 ワックスされた砂と化学合成物質の混合物をコースの素材とするものである。オールウェザーババの利点は維持費が安い、寒空時にババ状態が悪化しがたい、コースを平坦にならしやすいことに加え衝撃を吸収する素材の性質から競争馬の脚部にかかる負担が少ないという点にあるとされ、競争馬の育成、調教施設では世界的に広く導入されている。 肩凹凸の整備もしにくいババに対する不安もあったことがオールウェザーババへの転換を加速させていた。2005年にはケンタッキー州のターフウェイパーク競馬場が導入し、翌2006年にはカリフォルニア州競馬委員会も導入を決定した。これを導入した競馬場のレースはスローペースで直線の切れ味勝負という、 従来のダートコースとは全く異なるレース傾向への変化が見られるという。近年、サンター・ニタ競馬場ではクッショントラック、プロライドという異なる二つの素材を試したものの、どちらの素材も高宇時の水はけが悪く再三の開催中止を余儀なくされたため、2011年からは砂の含有率を高くしたダートにババを戻した。またキーンランド競馬場でも 人じきポリトラックコースを使用していたが、2014年より、ダートババに戻されるなどダートへの回帰がいている。オールウェザーババと一口に言っても、競馬場によって用いられる、合成素材は異なり、アーリントンパーク競馬場や、ウッドバイン競馬場では、ポリトラック、ハリウッドパーク競馬場、廃止では、クッショントラック、ゴールデンゲートフィールズ競馬場では、タペタが採用されている。 ドバイワールドカップで有名なドバイのナドアルシバ競馬場ではアメリカのダートを貨物船で運んでそのまま競馬場に敷いていた。ただしドバイでも2010年に会場の名団競馬場ではタッペタを用いたオールウェザーババが導入されナドアルシバ競馬場は閉鎖された。しかし名団競馬場は2014年にオールウェザーコースからダートコースへ変更されることになった。 中央競馬では戦後、日本中央競馬会が、冬期間の芝コースの保護を目的として、アメリカを参考にして、土主体のダートコースを導入した。しかし、水はけの悪い土主体のダートコースは、雨の多い日本の気候条件下では、使用に耐えず、ほどなく水はけの良い砂主体のコースに置き換わった。地方競馬の競馬場は、芝コースの管理について、技術的にも、 資金的にも制約があることから、ダートコースの内側に芝コースがある森岡競馬場を除き、ダートコースのみで構成されている。ダートコースで使用される砂は、中央競馬の主要な競馬場及び、地方競馬の多い競馬場では、青森県六ヶ所村の海砂を使用している。ただし、地方競馬を中心にセンサを使用している、競馬場も参見される。 日本の砂主体のダートコースは芝コースやアメリカのダートと比べてスピードよりもパワーが求められるという特徴がありそのためにそれらのコースよりも競走馬の脚部にかかる負担は少なとされる特に陶器は乾燥する上に凍結防止の観点から酸水ができないためパワーが要求される馬場になりやすいこのような特徴から 日本のダート競争は一般的にヒン馬よりもボバが優勢あるとされるが、ロジータ、北トベガ、ファストフレンド、ゴールドティアラ、ブロードアピール、サンビスタのように量席を残したヒン馬も多い。近年では中央競馬のダートを経営にしてチャンピオンズカップ2013年まではジャパンカップダートになかなか外国馬が出走しない。 2006年、2010年から2012年、2016年から2017年は、冷凍、アメリカの重傷やドバイワールドカップで日本のダート有力場の上位入着場が少ないなどの問題があることからアメリカ型の土主体のダートコースに戻すべき、あるいは近年アメリカで使用例が急増しているオールウェザーバ,ババを導入すべきという声も出てきているが、 これらの意見には、戦術の気候上の問題などはあまり考慮されていない。そもも、日本の中央競馬、ダート戦線は、芝で実績を残せなかった馬が集まっており、戦術の問題の根本的な原因が、日本ダート馬のレベルそのものの低さにあることは、無視できない。かつて砂コースというものが存在した。これは、現行のダートとはやや質が異なるもので、 当時の重症競争の記録などにも砂と記載されている。中京競馬場の場合、1953年に砂コースのみで会場している。重症競争では1971年の中京記念で使用されたのが最後で、ほどなくダートコースに回収されている。札幌競馬場の場合も1968年に砂からダートに回収されており、 それ以前の札幌記念は砂コースでの試行であった。ダートコースが導入された経緯の違いから中央競馬と地方競馬との間ではダート競争の扱いに大きな差があり、1996年以前の中央競馬には GI 格の競争すら存在しなかった。1996年にダート競争格付け委員会が発足し、2009年に 日本グレード格付け管理委員会へ改祖、中央競馬、地方競馬の所属を問わず出走できる競争、指定交流競争も参照のうちダートで競される重症競争について統一した基準での格付けを行うこととなった。これにより格付けが得られた競争をダートグレード競争と呼ぶ。2014年に施行されるダートグレード競のうち g i に 格付けされたものは12競争あり、うち10競争が、地方競馬、に競争。フェブラリーステークスチャンピオンズカップが、中央競馬での層となっている。なお、GI、国際格付けが得られているのは、中央競馬の上記に競争と、地方競馬の東京対象店、大井競馬場で、他は、J プニー、国内格付けとなっている。中央競馬。 地方競馬の交流競争からの除外により、ダートグレード競争の指定を外れた重傷も存在するダートグレード競争格付け外、廃止となったダートグレード競争を参照。例えば、森岡競馬場のダービーグランプリは2006年までは中央交流統一 GI 競争として開催されていたが2007年に馬インフルエンザの流行が原因で、 交流競争が制限されダートグレードなしの地獣賞として開催2008年から2009年は休止2010年の再開時には地方競馬全国交流競争地方競馬所属の競争馬は所属を問わず出走できるものの中央競馬の競争馬が出走できないとなっためダートグレードは付与されていないにはダートコースの凍結を防止するため 凍結防止剤が散布される。凍結防止剤の成分は塩化ナトリウム、NACL、無水硫酸マグネシウム、マグソ、硫酸ナトリウム、ナソなどからなり、ダートの中に溶けた塩化ナトリウムが、凝固点を下げる働きをする。さらに競馬開催日の前日の夜には係員が、待機して定期的にダートの温度を測り、ダートが凍結しそうになると整地作業を行う。 なお、陶器は凍結防止のために散水を控えるため、ダートが乾燥し、力を要するババになりやすい。モータースポーツでは、天然の非舗装路を、グラベル、舗装路は、ターマック、混合したコースは、ミックスサーフェイスと呼ぶ。世界ラリー選手権ではサーキット風の特設コース、スーパー SS など、人工的に作られた、非舗装路を、ダートと呼ぶことが多い。 オートバイによるダートコースで競われるレースには、ダートトラックレース、または、フラットトラックレースともがある。2014年9月現在、走行可能なダートトラックのコースは、オフロードビレッジ、埼玉県川越市、群馬モーターパーク、群馬県高崎市、オートパーク区は、長野県上今郡中川村。レンタルバイクは予約制、稲部モータースポーツランド、三重県稲部市。 テージャスランチ、広島県秋田方市である。全日本オートバイ耐久ロードレース、通称、浅間火山レースが行われた、浅間高原自動車テストコースや、開催当初のオートレースもダートであった。クローズドコースで、自動車により、タイムを競うレースには、ダートトラックレース、オートクロス、ダートトライアルなどがある。道路における未舗装のことを指す。 車線が未舗装のままになっているものを指すが、抗義には砂利舗装路も指す場合がある。砂利道も参照のこと。日本でもかつては多くの主要道がダートであったが、国道においては1990年代以降、ダート区間を持つものは数えるほどしかなく、21世紀における今日では国道458号が事実上最後のダート国となっている。一方、 今日でも、林道や林野中の指導は、多くの場合ダートである。道路地図の中には、舗装ができていない道のことを特に、ダートと注釈を入れるものがある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。